まあ、やっぱボール持ってまず前を見るっていうのは、まあ、意識していましたし、まあ、前線の選手がプレスバックして相手の視界の外からボールを突っつくような形で、まあ、自分のところにボールがこぼれてくる間にもう次のイメージは持っててたんで、まあ、チアゴのところにパスが入って、で、まあ、取られかけたけど、まあ、彼がすごくいいゴールを決めてくれたなという感じです。まあ、もっと良くしなきゃいけない部分も当然あるし、まあ、完全に全て楽観視できる試合ではなかったし、まあ、当然どの試合もそうなんですけど、まあ、この前の試合もこの前の試合で、もっとやらなければいけないところっていうのも見えてきたかなと思います。そうですね、まあ、その前の試合でルヴァンカップもこうチームのみんなでやっぱりこう勝って、でこういい流れを作ってくれたっていうのもあったし、まあ、そういった中でこうリーグもしっかり勝ちきれたっていうのは、すごく大事なことだと思うんで、まあ、ここから本当にまた続けていくことが大事かなと思います。まあ、攻撃的なイメージはあるチームだなっていうのが印象的です。相手がいてのことなんで、まあ、常に自分たちがボールを握ってずっとできることができれば一番理想ですけど、まあ、そんな試合はね、今年も別にどこでやってもずっと持ってるってことはないし、まあ、相手が持ってるときは、じゃ逆にその自分たちがどのタイミングで奪ってどうやって攻撃を仕掛けるかっていうのも大事だし、逆に言えばこう自信を持ってこう前に出てきて攻撃的にやってきてくれるんだったら、その分カウンターははまると思うし、まあ、相手が引き込む前にやっぱ点を取るっていう、まあ、この前の金沢戦も結局奪ってカウンターで点取ってるんで、まあ、ああいった得点っていうのはすごく大事かなと思います。常に満足せず自分たちがやるべきことをやり続けることが大事だし、まあ、もう本当に成長していくことじゃないですかね。やっぱ全てのレベルを上げていきたいし、まあ、個人的にもやっぱ一つ一つのプレーのクオリティだったりとかっていうのは日々もっとっていうところは求めてやってるし、まあ、そういったところがチームとして成長していければ、まあ、チームとしても強くなっていくと思うので、ここ2試合アウェーで勝ててないっていうのは、まあ、事実として残ってるし、まあ、そこの悔しさっていうのはあるんで、まあ、このアウェーが続きますけども、ここでしっかり勝ち点を取って帰っていきたいなっていうところはあります。アウェーの地で必ず自分たちが目標としている勝ち点というのを持って帰ってくるので、ぜひ応援よろしくお願いします。